はい、ということで、コスプレイヤーの方に来ていただきました。はい、どうも皆さんこんにちは、キシベロハンです。こら、開発ゲーム開発やってます。今回はね、ナルトだけじゃなくって、ナルトだけじゃなくて、この格好の通り、はい、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル、これオールスターバトル、どっちもうちがやってるんです。これどっちも松山さんのところでやっております。見てこれ、この道着ね、サイバー、いやいや、これすごいじゃないですか。はい、おかげさまで。ねえ、ちょっとおしゃれな軍艦巻きみたいになってますけど、ね、あのね、ジョジョおかげさまで大注目で、いや、それはもうみんな気になってますよ。我ら世代もそうですけど、もうちょっと若い世代もやっぱジョジョの食いつき半端ないですね。25年やっぱやってる作品やから、いろんな世代にファンがいるんですよ、うん、全てのファンの期待に応えるために今回開発されてるのがこのオールスターバトル。はい、ゲームは分かります。なぜこの格好。いやこれをね、その作品の魅力を伝えるためには、はい、自分自身があのジョジョ世界唯一のクリエイターといえる漫画家岸辺露伴先生になって、ヘブンズドアーと一緒に伝えると、この作品の魅力を伝えたいと思います。ああ、じゃあそのジョジョのゲームね、これ、はい、どういった内容になってますか。やった方が早い、おいで。そのあ、やった方が早い。早い、遊んでみよう。遊びましょう。その方が早いと、喋る言うといてね、やった方が早いと。じゃあ行きましょう。すごいですよ、まあ、今回ね、4台バンダイナムコゲームズブースで集台を置いてあって、はい、はい、1P、2P 両方戦えるから2人ずつ遊べるようになってて、対戦もできる。できるできる。どうですか、もう漫画の世界は結構表現できてます。もうバッチリですよ。やっぱね、今作最大のやっぱ特色っつうのが、うん、はい、まあ、一番にやっぱグラフィック。グラフィック、荒木裕彦先生のあのペンのタッチとカラー原稿のタッチ、あれをコンピューターグラフィックスでプレイステーション3で再現する、その名もジョジョシェーディングレクイエム、そういうプログラムを作ったんだよ。わざわざ専用のエンジンを作った。ジョジョシェービング、シェーディング、シェービングってひげ剃りやんけ。違うの。シェーディング質感。あ、質感ね。シェーディングレクイエム。レクイエム。終わりがないのが終わり。聞きました。ようわからんでしょ。第5部読んでないな。第5部は読んでない。なんで？だいたい第3部で。ちゃう。第5部名作。はい。主人公ジョルノ・ジョバーナ。最後、あの弓と矢をうーんってゴールドエクスペリエンスにバーン刺したら、さらにスタンドが進化してゴールドエクスペリエンスレクイエムになると。そっから取ったと、取ったのがジョジョシェーディングレクイエム。どんだけ好きやんな、ジョジョ。もうね、それぐらい溢れてんの気持ちが。好きで好きで好きで作ってるから。まあ確かにね、ジョジョ好きですか。ナルトも好きで作ってんのよ。じゃあナルトとジョジョどっちが好きなみたいなことをね、よう聞くアホなやつがいますけども、アホなやつが言うて、言うてあげて。どっち、どっちもちょーとぴったり同じぐらい好き。まさかのどっちも好き出た。ぴったり同じぐらいやから。いやー、ぴったり同じぐらい、ほんま、ぴったり同じ。ええ加減、まあまあまあ、どっちもぴったりちゃんと好きやと。だからこの熱を入れて、もう画面とかゲーム見てもらったら分かる、うん、あ、分かります。そういう愛情が溢れ出てる、溢れ出てる。ディモールド溢れ出てる。ディモールド溢れ出てる。ディモールドっていうのは第5部で登場するイタリア語で、はあ、非常にっていう意味。あ、ディモールド、ディモールド、ディモールド。ベーネっていうのがいいねっていう意味。いいね、いいねがベーネ、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 ベーネ。あ、だんだんボーノみたいになってる。ボーノ、ボーノ、ベーネ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 。松山さん、はい、いつプレイできるんですか。もうちょいかな。まだ喋れるがな、これ全然。まあけどね、やっぱ25年やってて、はいはいはい、週刊少年ジャンプ、うん、1987年からやってますね。私が17歳の時にジョジョの奇妙な冒険の連載を少年ジャンプでスタートしたんです。始まりました。ほんで1989年、おこの時は記念すべき第3部、はいはい、空城城太郎編が、そうですね、同じ年で同じ設定でスタートしたんです。自分と、そうです。ほんで、まあ、長いこと25年連載やって、今第1部から第7部まで物語が完結してます。スティールボールランまで、はい、ほんで今月刊ウルトラジャンプで最新作「ジョ
ジョジョの奇妙な冒険パート8、はい、パート8ですよ。ジョジョリオン、ジョジョリオン絶賛連載中。来た、ジョジョリオンです。ジョジョリオンです。そこの CM もやってくれた。はい、ウルトラジャンプがまた面白い。面白い。毎月ジョジョリオンもずっと面白い。ジョジョリオン面白い。なかなかね、普通漫画作品ってやっぱ歴史長い作品だと思えば、まあまあね、こういう浮き沈みあるやん。ありますありますあります。ない。ジョジョはずっと面白い。開いた、開きました、開きました。やるか松山さん、はい、トークはもう終わりで、はい、やりましょうやりましょう。おー来たー。あ、ジョセフもいますやん。いるいる、オールスターやから。出ました、オールスター。あ、対決。じゃあね、あのね、せっかくやから、はい、空城長太郎選んで。わかりました、はい、じゃあ私丸ボタン、はい、じゃあ俺ジョセフ・ジョースター。あー、いいっすね、ハモン、ハモンいいっすね。で、今回対決はステージ2つあるから、はい、第2部の闘技場が第3部のカイロ市街。あ、じゃあカイロ行こう。カイロ行きましょう、はい。基本的には格闘ゲームのスタイルなんやけども、はい、初心者でも格ゲー苦手な人でも誰でも遊べるように作ってんのがこのオールスターバトル。あの操作は前後ろ、前後ろ、上押すとジャン、下押すとしゃがん、しゃがむ、四角三角丸が弱中強、弱中強、そう、バツボタンで軸移動。おお、軸移動、これだけまず覚えて。わかりました、はい、丸ボタンで決定。はい、おお、かっこいいじゃないですか。おお、かっこいい、かっこいい。おお、いきなり、出てもだよ。時間が止まってる、時間が止まってる。いけ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 。おお、いきなり使っちゃいましたね。さてはやったことあるな。いきなり、ああ、おお、実は今の四角ボタン連打してるだけ。Easy Beat っつって、あの四角ボタンを連打するだけでゲージがあればコンボが繋がるようになってる、でこれでスタンドを呼び出せる、これでスタンドをオフにできる。じゃあスタンド出した状態で近づいて、近づきますね、四角ボタン連打してみて。おお、おお、気持ちいい。おお、気持ちいいじゃないですか。馬なった気になるやろ。なりますね。いや、ちゃんとね。あ、ほんまや、やりすぎ。長太郎は、はい、これでスタンドのオンオフやろ、はい、ジョゼフはスタンド使えないから。どうするんですか。波紋やから、これを押すと、おお、ゲージが溜まってくる。おお、かっこいい。これを押してゲージ溜まるのは、はい、ジョゼフ波紋使いだけ。波紋使いか。あー、だから、おお、ほんでゲージが溜まってればボタン一発で必殺技が出せんの。ここ L1、 L1 いくよ、はい、ゲージ溜まったから。おお、カットインがあって、おお、当たった、はい、おお、ここも怖いし。おお、かっこいい、かっこいいね。いいっすね。またあの文字とか漫画のね、そう、気温が、ね、気温がね、ジョジョといえば、はい、名シーン、名セリフ、名ポーズ、名気温、だからこの4つを全部再現、はい、おー、さすが。あの時代とかもそうですもん ね先生のね。ほんでスタートボタン押して、やろ、一回戻ろうかな、戻ろうかな、戻りますか。イエスイエスイエス、だが断る。出た出た、はい、いいえ、もう使わない、使わない、だが断る。素晴らしいですね、だが断るですね。そういうとこもちゃんとジョジョ愛に満ちてるから。いやー、この辺違いますね、やっぱりね。ディモールといいでしょ。ディモールといいです、ね、やっぱり好きな人が作るとこうなるんですよ。そういうこと、そういうこと。これはいい、わー、おー、すごい、めっちゃ気持ちいいやろ。めっちゃ気持ちいい、ね、これはいいっすね。で、いわゆる格闘ゲームのいわゆるコマンド、そういうのもあって、はい、ちゃんとあの必殺技も出るようになってるんで、あ、普通の世間一般の格闘ゲームの2倍以上モーションが入ってるんですよ。マジっすか。それぐらい1キャラ1キャラジョジョキャラの再現に力を割いてるんです。そんだけ魂が入ってると。で、パツボタン押すと軸移動。はい、
手前に来るときは下押して、はいはいはい、これで相手の攻撃をかわすんです。あ、ほんまや。お、ね、ちなみにジョゼフは前2回押すと走るのよ。ジョータロも走るよ。あ、で後ろ2回押すとジョータロはステップ。ジョセフは逃げるんだよ。大好きじゃないですか、原作再現。さすがですね。もう面白いじゃないですか。危ない。クラッカーボレーも投げるし、当て身、当て身。ジョセフは当て身を成功して相手を騙すとレベルが上がっていってだんだん強なる。そんなあるんですか。そう、これがやっぱジョセフの真骨頂。おー、ちなみに車のなんかこう出てるやん、光れんのよ。え、なんかステージギミック。うわ、ジョジョは、はいはい、パワーゲームだけじゃなくて、やっぱほら頭脳戦、はいはいはい、そういう駆け引きがあって、はい、やっぱなんぼやから。だからああいうその条件満たすと車が突っ込んでくるから、そこの罠にはめるとかそういうことができる。そういうのも考えれる。ああ、これはいいじゃないですか。ただのパワーゲームではありません。ありません。これは気持ちいい。オラオラ気持ちいいやろ。オラオラいいっすね。うわ、怖い怖い、危ない。うわー、あー、溜まったんで。溜まりました。このあーあー、おー、あー、あー、外れた、外れたんかい。いやー、おもろいっすね。あー、あかあかあか、これおもろいっすね。うわ、いい、うわ、2位に上がってるし、これ赤なんじゃ。やばいやばい、マックス。いや、マックスですよ、これどうなる。あー、タイムアップか。顔が面白い顔なってる。いや、これは面白いですね。いいっしょ。いいですね。ほら、ほんまはもっとキャラ出てくる。当然当然当然。東京ゲームショウ特別に用意した体験版なんで、はい、実際にはもう本当に1部から7部まで全キャラ。全部全キャラ出す。これはちょっと熱いっすね。ありがとうございます。なんかもうマイクも取られてしまいましたけども。もうこれ我々が思い描く究極のジョジョゲーをやっぱ目指して作ってんですけども、はい、当然歴史の長いタイトルやからありますね。さまざまなファンがいるって言うでしょ、うんうん、だから自分たちが思い描くものを作るだけじゃなくて、お客様の声もちゃんと聞いて、それに合わせて作っていくと。だから今バンダイナムコの公式ホームページに行くと、はい、今日例えばこうやって遊んでくれたお客さんが、いや、ここもうちょっとこうなんちゃうんっていう意見をちゃんと受け付けてますんで。あ、そこで書き込むことができる。それをちょっと使って全部聞いて、それをちゃんとうちら全部名通して、ほんでちゃんとこの中に反映させていきますんで。それがもうゲーム作り屋としてはもう絶対だと。最大の愛。愛です。まあまあ、発売までね、そうですね、もう少し時間あるんで、ね、そう、なんで、はい、最後までしっかりと皆さんの期待に応えられる、はい、やっぱゲームにしていきたいと思いますので、はいはい、ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ということで松山さんでした。